祝京教徒の巡礼者、インドアムリ・トサルのハリマン・ディル・サー・ヒブにて、祝京教徒で編成されたインド陸軍系不評連隊、聖望としてターバンを着用している。祝京教徒は、祝京教の信者である。インドでは、ヒンドゥー教徒に比べて少数派だが、富裕層が多く、社会的に活躍する人が多い。ターバン着用が、戒律上の義務であるため、 インド陸軍の軍装では軍防に代わる正式ターバンが定められている。また、イギリスではオートバイ運転時、ヘルメットを免除されている。ヒンドゥー教が生来から帰依するものであるのに対して、宿教は改修宗教であることから、異教徒やインド人以外に対しても布教が行われる。アメリカにも教徒がいるが、これは三方という団体がアメリカで布教しているためと思われる。教徒は、 インド全域に分布しているが、特に総本山ハリマンディルの所在地であるパンジャーブ地方に多い。新都数は約2400万人、日本には約2000人ほどが居住していると思われる。宿教成立時より裕福で教養があり、教育水準の高い層の規矢が多かったことから、イギリス統治時代のインドでは、 管理や軍人として登用されるなど、社会的に活躍する人材を多く輩出し、職務等で海外に渡航した、インド人にターバンを巻いた宿教等を多く見かける。それが、ターバンの着用は、インド人の習俗であるとの世界的なイメージにつながった。ムガル帝国時代に武器を持って戦っていたため、灯されるが、技術的な事項に強いものが多く、インドのタクシー運転手には、 祝京都が多い。https コロンスラッシュスラッシュトランスレイト .google.com スラッシュトランスレイト、hl=Ja&SL=en&u=https コロンスラッシュ www.sikhs.org スラッシュイングリッシュ html& プレブサーチ &pto= アウェ。ありがとうございます。